口コミ大学。このコーナーはママたちの口コミ情報やお役立ち情報をお届けするコーナーです。今日はもう本当にスタジオの中が今いい香りに包まれております。美味しいものを紹介しますよ。名城食品の川村さんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。今日は名城食品の、これはココ一番屋とのコラボレーションのカレーうどん。そうですね、はい、まあココイチさんの方の、うん、まあ、実際ココイチさんは、まあ、皆さん大概 ご存知だと思うんですけども、まあ、カレーライスで、はい、まあ、有名なところの監修を受けて、うん、まあ、当社のそのうどんと、うん、ココイチさんのカレースープとをコラボして、はい、うん、このココ一番屋カレーうどんを出させていただいたやつで、まあ、ね、うん、ごめんなさいね、目の前に麺を前にして、うん、私箸持ってるもんですから、川村さんも話しづらいかなと思いますけど、まあ、名城食品さんといえばその、ね、麺類とかもいろいろ皆さん多分食べたことあると思うんですけれども、いろんな商品をお出しになってる中で、はい、ね、その中でこれは、うん、またね、とても美味しそうな、これなんていうんですか、はい、袋麺じゃなくてなんていう表現をするんですか、これ2人前もうこれだけで麺とスープと入っていて、お家で袋麺っていう、ちらですと、まあ、ね、要はあと冷凍食品とかうんぬんとかいろいろあるんで、まあ、うちらはそのチルド、うん、まあ、要は冷蔵の商品なんで、まあ、チルド麺っていう形で、そうか、冷蔵庫に入れといて、そうですね、うちなんかは本当にお休みの時とかに、うん、スーパーとかに買い物に行ったら、はい、大概こういうものをいくつか買っといて、はい、でパパッと時間のない時とかでも、うん、パパッともこれだったら麺とスープと入ってるわけですから、そうですね、ね、作れるなっていう、うん、とても便利なものが、そうですね、実際この商品ももうその3分ほどぐらいで、はい、まあ、出来上がっちゃうよっていう商品なん で、まあ、皆さんね、こう、主婦の方お忙しいところででも、はい、まあ、そんなお時間取らなくてっていう形で、今動画ですけど、今私白い今日シャツなので、ハンカチを前掛けのようにしまして、じゃあいただきましょうか。はい、どうぞ、はい、お召し上がりください。香りがまずいいのがたまりま、もういいか、今もう箸持っただけでツバが出てきちゃった。香りがいいですよね。そうですね、だから、うん、まあ、まあスパイシーな部分もあるんですけれども、はい、まあ、食べていただければね、まあ、ただその、うん、まあ、要はね、キラママさんはじめもそのママさんたち方々はもちろんなんですけど、うん、まあ、いわゆるそのお子さんも食べれるようにっていうことで、うん、まあ、若干その辛みを抑えつつ、ね、まあ、まろやかでっていうことなので、うん、本当に本当にとってもまろやか、もう幅広い層で、うん、楽しく美味しく召し上がっていただけるかなという形になってますね。うん、美味しい、うん、どうですか、美味しいでしょ、どうですか。ご飯もこのそうですね、炭水化物になっちゃいますけど、ご飯といけますね、うん、これ。そうですね、だから、うん、まあ、まさにその、まあ、ココイチさんの宣伝ばっかりじゃないんですけどもまあね、もともとですが、結構そういうご意見、そのうどん食べながらもご飯も食べたくなるカレーうどん、そうですね、ですからもうね、うん、まあ、皆さんダイエットっていうところには逆に敵かもしれないんですけどでもね、これね、私実は結構見るんですけど、栄養成分表示で、はい、エネルギーがこれ352キロカロリーですよ。そうね、そ低い、うん、高くは、うん、すごい低いですって、カレーうどんってすごい高いですもん。そうですよね、うん、だからこれ麺と液体スープ粉末スープって書いてあるけど、それでこのカロリーはこれはすごいありだと思います、私。そうですね、ですからそんなに、はい、まあ今ね、うんうん、とりあえず言ってみちゃったんですけど、まあまあまあ、そのダイエットの敵でも何でもないですし、カレーうどんを食べたいダイエッターは逆にこの名城食品のカレーうどんを選べと。そうです、うん、まあ、でもこれ食べて痩せるかというと、それはね、うん、食べ過ぎにはご注意ですけど、うんうん、まあ、でもちゃんと食べていただければと。他のカレーうどんよりはカロリーが低い、はい、そうですね、うん、そうかと思います。はい、美味しい ね、麺がツルツルで、ちょっと私食べてるからみんなしゃべって、はい、結構だから腰とつるみとね、まあ、うん、ここ表に商品のパッケージ、まあ今ちょっと見えないかもしれないですけども、はいはい、まあ、国産小麦を、うん、まあ、使用してまして、うん、で、まあ、ですから今おっしゃっていただいたように、うん、まあ、腰とつるみと、うん、で、まあ、うどん美味しい、うん、うどんが、そうですね、で、うん、結構そのカレーのこういう、まあ、ルーというかそういったのも、うん、まあ、ご家庭のカレーっていうのは、まあ、もちろん美味しいとは思うんですけれども、うん、まあ、ではなかなかちょっとこう出せない、そのカレーうどん用のつゆとしてはなかなか出せないところもあると思うんで、うん、まあ、これワンパック買っていただければ、う
ね、この2人前ついてますんで、まあ、それだけでこう2人前食べれますっていう形のやつなんで、美味しいと思おいうちます。で作るとこんなにこってりならないですよ。あ、シャバシャバです。そうしゃびしゃびになっちゃうよね。これなんかちょっとこう食べた後のスープを何に使おうかなとか思いません？逆になんかパン ご飯そパう、ンつけてもパ美ンもいいかと思いますし、ま、ご飯とご飯か、もだしね。あなんとか何でしょうね。もう一玉入れる。それでもいいかと。うどんもね。それでそもれ全は然ありかもいいかとな。思いますんで。ね。おうどんが美味しいですね。ありがとうございます。ちゃんとコシがあってツそうルツルですね。で。そういうご評価は結構いただいてますねえ、し。でカレーにすごく絡んで美味しいんですけど、やっぱり本当に仕事して帰ってそこから一から何か作ろうって思えない時ありますよね。ってかそういう時のが多いんですけど、今日何食べるのって自分で考えながら帰るんですけど、そういう時には本当ね、さっきも申し上げたんですけども、もう3分ぐらいでできちゃいますよっていう形なんで、まあね、昼食だとか夕食、まああと、まあ、もうちょっと過ぎちゃったんですけど、例えば受験シーズンのね、そのお夜食、まあ、カレーうどんでうかれーみたいなね、うかれーうどんで、いいこと言いましたね。まさに、ここ一番、ここ一番、ここ一にううかかれれーうどん。なんで3月とか2月に来てくれなかったんですか。残念。4月ですけど、まあ来年じゃ、そうね。ね、まあ、来年というやつ、まあ、今すぐからでも。お買い求め、まあ、ほいで、まあ、夏になってきて暑いっていうのはあるんですけど、まあ、カレーっていうのは結構年がら年中食べたいっていうの暑いのもに食べね、なくまあ、あなとらな暑い時にこそっていうのもあると思いますので、まあ、これからのシーズンでも全然お召し上がりいただけるかと思いますし、ねえ、美味しかった。私全部食べちゃった。あ、これはどこで買えるんですか？まあ、そうですね、市内というか、まあ、県内、愛知県内、まあ、あと東海3県の方等で、まあ、大手スーパーさん中心に売り場の方でお買い求めいただけますし、まあ、あとは当社のホームページの方でですね、まあ、通販という形でのご販売もさせていただいておりますので、まあ、そちらにてお求めいただければと思いいですいね、ますね。大量購入はい、そうですね。したい気もしますが、そうか、このココイチとの、コラボカレーシリーズっていうのは他にもあるんですか？そうですね。あと、まあ、ココ一番屋とのコラボのシリーズでは、カレー焼きそばというのが、まあ、ございます。これまたそそられそうですね。ですから、るまあ、これなんかも本当、今時期、その春先とか、そういった時にも、まあ、いいですし、例えば、あと、お子さんのお弁当的なものでもっていう形でも使えるかなと思いますので、まあ、焼きそばと、まあ、うどんと、まあ、取り揃えておりますので、まあ、ぜひね、ちょっとシリーズとしてもうお買い求めいただければと、思います。やっぱりカレーってみんな好きですよね。好きですね。カレーもうどんもそうだけど、そのカレー味っていうものがやっぱりみんな好きなんですよね。そうですね。まあ、ね、嫌いな人は、まあ、まず、まあ、一番はそれは皆さん作られてるご家庭の、ね、カレーにはなかなかかなわないかもしじれゃあないんで2すけ番れどの味も、で世界で2番目に美味しいってやつですね、ね。まあ、うちら、まあ、私ら営業してるんですけれども、まあ、営業しててもそのたまにこうやっぱフラッとこう入りたくなるのがこのココイチっそうていうでのすもありますし、まあ、やっぱカレーは、その、まあ、割とっていうか、まあ、皆さん万人受けっていうところもありますので。本当に確かにちょっとスパイシーではあるけれども、まろやかでその辛いっていう感じではないんで、家そう族でね、楽しめるですから、そうですね、味ですおね。子さんからもうご年配者ね、まあ、皆様で楽しんでいただけるっていう形の商材になっております。いいと思います。なんといってもそのやっぱ働くママとかちょっと楽したいなって思う時にパッと作れて、しかも美味しいっていうのが私たちには何よりなんで。ですから作り手の方も、まあ、要は皆さんお母さん方も、まあ、ささっと簡単には、実際裏は簡単では作ってるんですけども、3分です。お子さんとかご家族の方にはこう手が込んだようにも見せられるっていう、まあ、失礼な言い方ですけなんか出す時にこれ準備しといたのっていうのどうですか？嘘じゃないでしょ？よく買っといた。準備しといたの、今日のためにって言っとけば、なんか何の準備かはね、別にほっときゃいいわけじゃん。ね、そうですね。なんか美味しいカレーうどん作ってあげようと思って準備しといたんだわね、どうぞって。そうですね。ぜひ、そういう時にはこう、
当社の名前伏せてでも覚えていただければと思いますので、はい、あのママたちの間では言ってもね、はい、そうですね、うちあの大概あの油揚げも冷凍してあるし豚肉も冷凍してあるんで、そのそんなやつ、そうですね、はい、まああのお家の冷蔵庫の残り物っていうかね、はい、そういったのでも、まあ、まあカレー自体そういったものでもあると思うんですけども、 そうですね、そういった形でできるので、まあ、何か困った時にこれ買っていただければ、うんね、お母さんたちもよくやったぞっていう、はい、あの食卓が作れると思いますので、締め締め、はい、使わせていただきます、はい、ぜひお願いします、はい、ごちそうさまでした、はい、明治食品の川村さんでした、はい、どうもありがとうございました。